管理職ユニオン関西の中村です。今日は抵抗ペンギンチャンネルっていう、まあ、動物を使った企業での、ね、いろんな生活あるいは仕事ぶり含めたチャンネルです。で、なんかものすごく人気があるそうなんですけども、まあ、あの今回見るように言われたのが、ホワイト企業とブラック企業の違いを、まあ、非常に極端化してですね、描いておられる動画です。まあ、そういうことで、まあ、あの管理職ユニオン的に言うとですね、今まで受けた相談で言えば、まあ、ここ前字が読めるかどうかわからないんですけども、どっちか言うとブラック企業的な、まあ、私もとも何回も言ってるんですけど、あのブラックホワイトという企業の使い方っていうのは適切にないというふうには思ってるんですけど、管理職ユニオンの相談から言いますとですね、相談に来る人はいじめとか嫌がらせ受ける、まあ、それはどっちかというと職場で悲壮感漂うとか個人を追い込まれる、まあ、そういう事例がいじめ嫌がらせであると思う、まあ、そういうなのが常態化しているような企業っていうのは良くないやろと、まあ、本当にその人にミスがあったり、例えば仕事でね段取りが悪い人があれば、それは丁寧に教えて是正をしてもらう、改善をしてもらうという姿勢でやる、まあ、そういう企業体質でないとですね、定着しないやろうし、逆に言ったらそんなガミ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 言うてるような企業ではですね、楽しさが残らないし、気持ちよくねお互い協力して仕事しようということができないというふうに思います。そういう意味で従業員に活気があるかっていうのは、まあ一ついろんな意味でね、まあ、大企業だからいいとか中小企業だから悪いとかそんなことじゃなくって、まあ、職場で、要するにそれなりに皆が協力し合ってですね、わからないところは先輩が教えてくれるとか、あるいは技術的なことであればね、みんなで協力して一つのものを作り上げるとか、まあ、いろんなそういうことができる職場なのかどうかいうのがあると思います。で、ここは問題が起こるとみんなで考えるっていうのは、まあ、そういうミーティングとか、あるいは 人がですね、従業員同士のコミュニケーションですね、ちょっとなかなか話が下手な人も中にはいると思います。まあ、そういう人はそういう、まあ、少々性格的なこともね、みんなで理解しながら協力してあげるという、ね、まあ、そういう雰囲気が、あの、まあ、こちらにこの234とかで赤く書いてありますけど、活気がある、みんなで協力し合う、そして、笑いがある、まあ、いう職場になると思います。で、我々の組合の方に相談来られる、ね、人はさっきも言いましたように、いじめ嫌がらせを受ける、あるいは要するに職場でですね、たまたまちょっとしたミスを大きく取り上げて孤立させたり嫌がらせをするような、そういう環境があると、まあ、そういうところをやっぱりないような企業の方がいいと思う。その意味で、まあ、あのもしですね、新しい仕事に就くとしたらですね、それはできるだけそういう雰囲気があるのかどうか、これは面接とか限られた範囲でしかありませんけれども、面接を受けるとき、あるいはできれば職場見学とかできるんであれば、ぜひお願いをしてですね、ちょっと見せていただくとか、まあ、そういうことをやられたらいいというふうに思います。で、まあ、企業でですね、この抵抗ペンギンチャンネルでは非常に極端化してですね、仕事しない人がもう職場にいるかのような、非常にこう両極の話にされてますけども、まあ、残念な仕事をするため、働きに行くために仕事を見つけたりするわけですから、やはりそれなりのスキルを持ってできるかどうか。で、今の時代っていうのは昔みたいに年功序列っていう形でですね、とりあえず会社入ってからいろいろ教えてもらう、そういう前提での、就職じゃないですから、どちらか年功序列で定年までいるというのが前提の話にはなってませんので、まあ、その辺はですね、今いろんな世間は流動化させて派遣とかですね、契約社員とか、そういう労働
力を供給して安上がりにしようというのが前提にありますから、本当の意味でね、まあ給料でも、まあ、安いでもありますけど、最低賃金というラインがあって、で同じような仕事をしている人であれば同一労働同一賃金というね考え方、言葉ではありますけど実態は同一労働同一賃金はないんですけども、まあ、それに差別をしてはいけないとか均等待遇しなあかんというような言葉は 法律でありますから、違いがあればね、そういうことをこう是正してくれるような企業、なかなかあの給料とか上げてくれませんけども、それはやっぱり労働組合に入って別の意味ですよ。職場も気持ちよくするということと同時に、職場で労働組合を作って労働組合の仲間を作って、ある意味では会社が違法行為とか、まああのどっちかが あまり良くない企業の方は労働基準法を守ってないというのが多々ありますから、有給休暇一つにしてもですね、そんなあるかというような経営者もいるわけです。これは本来法律違反であかんのですけども、役所の方もね、ちゃんと指導してないというか人が足りないというのもありますけど、有給休暇は形上は自分でまず申請してください、取らせなかったら労働基準監督署は行政指導しますとか、まあ、そういう対応ですから、やはりあの大きな意味でですね、まあそれぞれが力を発揮して一つの企業体制が成立しているわけですから、それが法律違反を犯したり、あるいは企業の、ね、経営で一部経営者がね、全部利益を独り占めにするとかいうことがないような、ある意味ではそういう働く職場、それがやっぱり形としては活気があって、みんなで協力し合って、そして、笑いというかね、せっかく働きに行くんですから楽しく協力し合って成果も上がると、まあ、そういう意味合いで給料も良くなる。そのために、まあ、ぜひですね、労働組合あるとあかんかのようにいう経営者も多くいます。でも本当の意味でね、大企業での労働組合が力が弱くなって頼らなくなってます。だから大企業ほどですね、法律違反、下請けをこぎ使うとか、労働者のことを考えない労使の関係になってますから、そういう労使関係はやっぱりダメだと。本当の意味の労働組合、最低限で働いてる人とか、下請け、外注からいろいろな形でね、雇用形態違う労働者も含めて、そういう人たちものことも考えられるような労働運動。その意味で、まあ抵抗ペンギンチャンネルでこういう比較されましたけども、まあある意味では我々の基本としては、まあせっかく働きに行くんだから楽しく協力し合って、時にはですよ、社長があまりひどい場合は力を合わせてやっぱり是正を求める、そういう関係ですね。で仲間同士であればやっぱりミスをしたらカバーをしてもらえる、あるいはそれに対してわからないことがあれば指示指導してくれる、そういう関係の職場づくりにしていただきたいし、再度今転職考えられている方があればですね、まあそれなりのちゃんとした基準が提示されてますけども、それが給料でもものすごい幅あるとか、ごまかしている要するに求人の案内がありますから、まあ、そういうところはよくよく注意してですね、確認をしながら選択をしていただきたいと思います。まあ就職してですね、しょうもないことをやったり、給料が極端にめちゃめちゃやとか、残業しても払ってくれないというのがあれば、労働組合全国にありますから、そういう個人で入れる組合含めて相談に行っていただきたいと思います。今日はこの辺で、抵抗ペンギンチャンネルという、なかなか面白く上手に作っておられると思いますけども紹介も兼ねてですね、我々労働組合の考え方も喋らせていただいて終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。